さあ次のコーナーに参加していただくのは長澤ちゃん、和田ちゃん、芦田ちゃんです。どうぞお待たせ。いえ本当にお待たせしました。拍手お願いします。ちょっと笑ってました。楽しかった。楽しいメンバーでやりました。それでは続いてのゲストの方々に来ていただきましょう。続いてのゲストの方々、この方々です。どうぞ。ちょっとまあ
あこれも僕らのネタになるんですけど、あこれね、はい、こういう歌ありますよ、ね、はい、はい、今から例ですからね、例です、今から例ですから、はい、はい、いきましょう、ワン、ツー、スリー、フォー、スキ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 スハプニングとか、気がついちゃったこととか、気がついちゃった、はい、当てはめたどうやらか、なるほど、はい、あった実際にあった思い出エピソードであったりとか、はいはい、なんとかとかの部分、まあ、例えばですけど翼くんが何々した時、はい、気がついちゃったの、はい、こいつなんとかみたいな、はい、これはちょっとこう、これ今初めて聞いたよね、そうですね、今も聞いてこのままこっからもうさすごいよね、もう今ここで打ち合わせする感じ、まあ確かにちょっと難しいかな、だからまあでも、うん、なんちゃらハッハーと言ったら3個ですもんね、そうですそうですそうです、なんとかなんとかなん、なんとかした時、そうね、なんとかくんがなんとかした時、はい、なんとかくん気づいちゃったのこいつなんとか、なるほど、気づいちゃったの、はい、コワードです、はい、気がついちゃったのこいつなんとか、これが、まあ、オチというか、なるほどなるほど、はい、まあ、少々ずれても多分合わせてくれはるやろし、はいはい、全部踊ってもらったらこっちに合わせられるから、はい、ほんまにパチってはめなくても大丈夫、思いついたらね、はい、じゃあ普通の話でもないですか、例えばですけど、例えばね、はいはい、例えばあの梅村君で、あ、僕ね、はい、はいはい、NGK の駐車場、 NGK の駐車場へ、すげえ、 NGK の駐車場行く梅村くんが、自転車乗ってきた時、僕が自転車乗ってきた時、梅村くんが自転車止めてきた、止めてました自転車、気がついちゃったのこいつだけヘルメットかぶってる言うな言うなかぶってるんですね、あれナンバープレートついてる電動バイクなんですよ、あそこヘルメットかぶって、あれ先週盗まれたんですよ、ないの15万したのに、あれ今ないの、見つかった方ぜひ僕に DM くださいすごいタイムリー、犯人出てこいええわ、こういける、なんで陽気やねんなんで陽気やねんすごい、だからちょっと G 余ってもいいし全然余ってなんでもうギュッてやってます、はい、すごい、あ、だから例えばあの、はい、後ろのメンバー、今見てるメンバーからこれ歌ってよみたいな耳打ちとかしてもらっても OK なんで、ああ、そっかそっか、全然何や、これ言おうかあれ言おうとか、はいはい、メンバーのこと言うとかもありですもんね、何でもありですね、はい、全然ありですから、ちょっとチクってもってもいいし、こんなことがあったよ、こいつこういうとこがかっこいいとか、そうそう、でも全然、うんうんうん、でもいいんで、そう、すごい、でも見てくれてんねや、あんな NGK の駐輪場でお会いしたの恥ずかしいわ、ヘルメットかぶってて自転車乗って、初めはヘルメット
引っかかってるこの自転車誰のやナンバープレートもついてるし、そうバイクでねヘルメットかぶって何でもなくやった、あれがもうないのよ、ないやかわいそう、かわいそうね、アルバム情報も言ったりしてもみたいなコメントでこう、ね、あの優しい、じゃあ、もうね、コバさんにずっとねそのメロディーが頭にごめんなさいね、なんかね、あの話半分くらいしか入ってない感じ、大丈夫です、いけるね、いけるいける、もういけるから、ちょっと考え、会議みたいにしてもいいかもしれないけどね、例えば、なんていうの、その最後までは言わんでもいいけど、はい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 、この子のことでちょっと行こうかなと、まあでも、イメージは、あの、湧いてる、湧いてはきてますけど、僕は、ああ、全然いい、ちょっと、ちょっと、ちょっと、3人で、3人で、相談しません、いいよ、そやな、全然いいよ、それも全然いいから、いやでも全然あの やったことあるんですよ、リーコンプレックスも結構、ええ、それこそギター弾けるメンバーとかもいたりで、ちょっとそういう即興で歌やってみたいなのをやってたこともあったりとか、あ、そうだ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 、いいよ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 、思いついた人からちょっと一回試し、ゆっくりゆっくりね、はい、やってみるとか、ネオネオネオから。かっこいいな。はい。この間コウヘイと飯も行ったの。いいですね。こないだ一緒に焼肉食べたの。おいい。飯食べてた。そこで気づいて気づいちゃったの。恥ずかしくてあんま喋れない。えー、そうよ。僕ね、リーコンプレックスの中でも7年付き合えてて、ね、もうこの入る前からずっと付き合いがあるんですよ、うん、そうなんです、久々にこのご飯行こうって2人でなかったんですけど、うん、じゃあ行こうかって意気込んだんですけど、なんかまさかのカウンター2人横並びであんま緊張して食べなかったなるほど、じゃあ、確かに、いや僕はでも喋れたと思ってますよ、喋れたけど、なんかやっぱり変なね緊張はあったんですよ、なるほど、2人っていうのがなかなかよそよそしい感じ、よそよそしい感じ、まあ、男ならではのね、ではのただね、そんな大事なあの告白をこんな陽気なリズムで より近づいたかもしれない、よかった、軽く行かせてもらったこと、歌唱力が、そう、歌が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 歌
ここで告白ができるって言ったら、言いやすくなるもんね。確かに、めっちゃいいね。やっぱ打った方がやっぱ入ってすごいっすね。うまい、ほんま。やっぱ上手。はい、すごいわ。声が気持ちいいの。気持ちいい。ちょっと染み渡るのが。ありがとうございます。
ハゲハゲハハ。バト奪っちゃったアンサーソングやアンサーソングやアンサーソングや何この動きちょっと嬉しいのね。でもそういうことやな。いや僕も取られた部分があるので、えでもウィンウィンなところはそうなんや。そうなんや。なんですけど、あのすごい僕が好きやったパートを取られたそれこそこだわって取ってた場所かもしれない。こだわってるな。元カノの話してるんだでも、まあ、丸めさせてもらうと、やっぱより良い作品を届けれればなって。めっちゃええこと言うやん。めっちゃええこと言うやん。確かにね。そういうことですね。結果的に。そうですね。あの、せっかくやし仲直りのキスぐらいしたい。ごめん、あまりにも自分がしたくなっちゃった。なんとか自分がするために、まずさせようとした。しようとしてるところにコンテンツで間でまあまあやないよ。何考えてんねん。なんかないよちょっと。いやありがとうございます。じゃあちょっと最後に、はい、あのこのネタあの一番最後に決めがあるんですよ。決め、はい、ですか。あのいやさっきやってなかったんですけど、二、はい、人とも臭いなのに、はいはい、この声でも喰らえかねそれで、はい、
これは一旦座って、あ、ちょっと待って、芸人さんにパワーもらっちゃうぞ。